どうもこんにちは、加瀬祐介です。今日は2023年の4月の8日ですね、日曜日です。で、実は先ほど動画を出して、で、またこれをやっているというところなんですが、今回で3回目になっております。で、まあ一応3回目ということで、最初にちょっと軽く総括をしてからやっていこうと思うんですけども、結構ですね、まあ考察をする上でやっぱり方向性とか考え方とかをまとめるっていうのは非常に大事かなと思っていて、今割と方向性と考え方っていうのは結構まとまってきたかなと思ったので、最初にお話ししておきたいと思って、今考えてるんですけども、まずですね、まあ一つ前回気づいたこととしては、この上級編っていうのは全部でレベル8まであります。でもう一つ気づいたのが、問題多分固定なんですよね。だからランダムではないということなんで、まあこの考え方っていうのは結構きちっとですね、把握しておいた方がいい考え方だし、この学習をしていく上で非常に重要なポイントだと思うのがですね、まず私のその学習理論というか、まあそういったところで非常にまあぜひ理解して考えていただきたいかなと思うポイントがあってですね、基本的に問題というのは答えと解説をセットで覚えてしまうというのが、実は学習効率を上げる上で非常に大事なものだと思っています。でこれちょっと話し出すと長くなってしまうんで、もう本当に簡単に端折って言いますと、要するにクイズとか問題っていうのは答えを丸暗記してしまうのが一番早いという考え方があります。でこれに関してはですね、まあ、いつか細かくお話しすることもあるかもしれませんが、とりあえずここではですね、とにかく問題を理解していく、上達していく、そして、レベルを上げていくためにはですね、問題とその解説を理解する、まあ、暗記するっていうことが非常に大事です。で、それは結果としてですね、同じ問題を何度もやる、繰り返すっていうことが重要ですよというところが、まず一つ重要なポイントですね。で、もう一つ重要なポイントにちょっと気づいたのが、これレベル上級でレベルが8までしかないということは、問題が全部で80問しかないということなんですね。で、問題が全部で80問しかないということを、まあ別の言い方をするとですね、この80パターンを全て記憶していれば、間違い当てに関して、まああるいは間違いを広く受けていく技に関してはもうマスターしたと言ってもいいんではないかと、私としては思っております。一応ですね、初級と中級はもう無視していいと思います。もう考える必要はなくて、で逆に上級さえ考えていれば、さらには80問全部理解して記憶して、極めていればですね、まあ、かなり麻雀戦えるんじゃないかなというふうに、まあ、思っております。なので、まあ、一応このシリーズというのは、まあ、そういう位置づけで、この間違い当てクイズをすべて、まあ、記憶するための、まあ、戦いだと思っていただければいいかなと思っております。で、80問全部記憶するっていうのは、まあ、これは私がもうざっと見立てを立てると1ヶ月もあれば全部できるようになるんじゃないかなと思って考えております。だから今4月ですから、まあ、5月、まあ、ゴールデンウィークが終わったぐらいにはですね、麻雀を極めているんではなかろうかというように今のところ考えております。まあちょっとどう転んでいくかは分かりませんが、ただこれ毎日やってたらゴールデンウィークぐらいにはですね、もう麻雀かなり上達、もう上級者と言ってもいいんじゃないかなと、まあそういうふうにですね今見立てておりますよということです。まあ今回3回目ですから、まあ大体1回の動画で1回チャレンジするとして、まあ30回、あ、じゃあ80も30回じゃちょっと追いつかないですね。まあまあどんなに長く見積もっても半年以内にはクリアできてるんじゃないかなと思って今喋っておりますよということです。ですからポイント2つですね。まず1つはクイズ問題関係は答えと解説を記憶することが大事ということ、そしてもう1つ大事な、この間違い当てクイズにおいて大事なのは上級編が大事、そして上級編は80問しかないということを考えると、それ全部覚えた方がいいんじゃないかというふうな考え方ですね。はい、これを今から、実践していきたいと思っております。はい、ということで今日も早速やっていきたいんですが、前回レベル3やりましたんで、今日はレベル1をやろうかなと思います。あ、なんか
なんかいろいろ書いてますね。レベル1っていうのはこんなことが書いていて、上級編では選択肢が8つ、これまでと比べて問題はとても難しくなるので難問に挑戦しましょうみたいなことを書いてます。はい、ということでクイズに挑戦第1問と出てきましたんで、今手元にストップウォッチありますんで、そこからやっていきたいかなと思っております。ということで早速スタートです。はい、待ち合いをすべて選べということですね。これは234ってなってて、あ、これ意外に難しいですね。これだからリャンピンとスーピンがあるのはわかるんですよね。これシャンポン待ちで、リャンピンとスーピン待ちになるのか、あ、そうですね、リャンピンスーピンがあるのは間違いないんですけど、ここで行くと3ピンの換算ピンが1個あるのもわかるんですね。で、あとは、ないですね。はい、ということです。次です。ウーピン、ローピン、チーピンは関係なくて、ここはですね、このパターンが結構私としては苦手で、数素暗号と考えて、酸素とウーソがあるのはわかるんですね。酸素、ウーソ。で、先ほどの、数素が頭と考えた時の、数素もあるんで、まあカンちゃんの数素ですね。あとは、そうですね、あとはないかな、ないか、あとはない、はい、ということでした。で、これもだから2万3万があるのは分かるんです。シャンポン待ちの2万3万で、E1 を頭と考えての E1 もあるんで、E1 でいいのかなと。はい。で、これはマンズは関係なくて、これもさっきと同じパターンですね。結局、パーソとキューソはシャンポン待ちであって、で、パーソキューソがそれぞれ2枚ずつ使った時の頭待ちの、チーソがあると。それだけかな。はい、ですね。で、これは、これは、操作無関係で、これよくある4445で考えた時のサブロー1があるんですね。まずはサブロー1。そして、サブロー1、ウー1のパターンですね。そして、これ345で考えた時の31と21のシャンポンがあるんで、これ4面待ちか。はい。そして、これもさっきと同じパターンなんですけど、まず E ピン短期で E ピンがあるということと、あと、2ピン3ピンを2枚ずつ使った、2枚ずつ使った場合の2ピンと3ピンのシャンポン待ちがあるんですよ。はい。そして、1、2、3ピンを固定して、操作関係ないので、さっきと同じですね。サブ、だから4445の場合のサブローピン、ウーピンがあって、サブローピン、ウーピンがあって、逆に5666の場合のスーチンピー、ウーピンがあるんで、スーチーピン、ウーピンで、これで、ごめんちゃん。はい。で、8問目ですね。そしたら、これもさっきと同じパターンですね。これはまあ、割と、あんまり自分ではやらないんですけど、さっきと同じで、7778の場合の、ローキューソパーソ、ローキューソパーソがあって、8999の場合のチーソ、ペンチーソがあるんで、ペンチーソパーソですね。はい。そして第9問。このあたりはちょっと私は苦手で、4枚使いっていうのは必ず1枚、あ、そういうわけでもないのか。この場合は E1 が3枚あんこで固定した場合の、E1 あんこの場合だと 1,2,3 で3万が余る形での3万の、頭ですね。3万短期の場合。そして、この場合は5,6,7万は固定になってくるので、1と 1,2,3 の関連1待ちで一つありますよということで、E1 を頭で使った場合のやつですね。これでいいのかな。はい。そして最終問題。これもちょっとなんか苦手なパターンですが、まあ、マンズは関係なくて、ウーピンを3枚使
った場合のペンチーピンが1個ありますね。ペンチーピンで、ウーピンを2枚使った場合の、貫老ピンがあって、それだけか。このあたり本当苦手なんですけど、ウーピンを2枚使ったらもう貫老、あ、それしかないか。あら、スーピンがあるのか、これは。はい、ということでした。結果最後間違ってしまったんですけど、まあ喋りも入れてるんで時間がかかってるってのあるんですが、しまった、手元の時計を止めるの忘れてたんですけど、5分09秒30分じゃなくてになっておりまして、まあこれを記録としようかな。はい、ということですから、まあ一応ちょっと喋りも入れてるんですけど、喋りを入れたまあスピードにしようかなと思います。結局解説まで入れてすぐにパッと解説できるかどうかでチェックしていこうかなと思いますので、そういうことです。ということで、一応結果はまあこのような形になりましたんで、ここからどう伸ばしていくかということで見ていただければと思います。今日ちょっと今回大事なポイントをいくつかお話しましたんで、もう一度ちょっとお話ししていきますが、まずとりあえず記憶をしてクイズは覚えていきましょうということですね。クイズというか、まあまあ何の資格試験とかもそうなんですけど、答えと解説を理解することが大事なんで、答えと解説を記憶していくということが大事です。でもう一つは、80問しか問題がないというふうに考えて、じゃあ80問全部記憶したときにかなり麻雀が上達してるんではないかということですね。まあそのように考えて、やっていこうかと思っております。はい、ということで以上にしたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。